シャビトーレスこと、シャビエルトーレスビゲスは、スペインバレンシア州アリカンテ県、ハベア、シャビア出身のサッカー選手、あるアラビクウェート所属。ポジションはミッドフィールダー。バレンシア州アリカンテ県、ハベア、シャビアに生まれ、ビザレアル CF など2つのクラブの下部組織に所属した。2006から07シーズンに、地元のアリカンテ CF からデビューし、 セグンダ・ディビシオン B で37試合に出場して4得点を挙げた。2007年夏には FC バルセロナと契約し、その後の2シーズンのほとんどを FC バルセロナ B で過ごした。2007から08シーズンはジョゼップ・グアルディオラ監督に率いられてテルセラ・ディビシオンを接見し、シーズン終了後にセグンダ・ディビシオン B 昇格を果たした。 すでに2008から09シーズンの優勝を決めた後の2009年5月17日、RCD マヨルカ戦でトップチームデビューした。2009年6月12日、マラが CF と4年契約を結んだ。フリートランスファーのため遺跡金は発生していない。8月30日、2009から10シーズン開幕戦のアトレティコマドリード戦の89分に遺跡後初得点を挙げ、 9月13日のデポルティー・ボラ・コルーニャ戦では、移籍後初めて先発出場して84分間プレーした。その後はあまり出場機会が得られず、2009から10、シーズンは11試合の出場にとどまっている。2010年7月7日、プリメーラ・ディビシオンに昇格したばかりのレバンテ UD に、レンタル移籍し、8月28日のセビージャ、FC 戦でデビューした。 12月上旬には、イングランドプレミアリーグのエバートン AFC からの関心が報道されたが、移籍は実現していない。2010から11シーズンは、チームトップタイの35試合に出場し、プリメーラディビシオン残留に貢献した。2012年8月1日、ヘタフェ CF と4年契約を結んだが、翌年8月には150万ユーロで、レアルベティスに移籍し、 4年契約を結んだ。2013年12月12日、UEFA ヨーロッパリーググループリーグ最終節、HNK リュー戦で、左足アキレス腱を断裂し、長期離脱することとなった。2013年8月7日、レアルベティスへ移籍。2016年8月17日、スポルティングで基本へ移籍。ありがとうございます。